竜祭で起きた出来事は知っている。貴様たちがここを訪れた時にはとうに風流廃墟と呼ばれるようになっていた。この地名も風流より廃墟の方がしっくりくる。俺の記憶ではこの廃墟とあの竜はほとんど関係がなかった。俺が初めて旧モンドの廃墟を見た時、トワリンはまだ落ちていなかった。無論こんな場所に来るゆえんもなかった。気にするな。この廃墟に封印されていた動向装置に覚えはあるか。アビス教団がこの廃墟にいるのなら、その装置に目をつけるだろう。動向装置があった場所に行って確かめてみろ。使徒は見つからなかったな。残念というのは少し違う。あんな怪物会わないに越したことはない。しかしこれから先、貴様たちは間違いなく嫌が王でも奴らと出くわすことになる。確かに、そんなに強い怪物なら会っても逃げるのが一番だな。逃げることで旅の危険を回避できるならその方がいい。昔、あの旅人と共に旅をした時の経験だ。ダイン、旅人って言ったけど、その旅人は今どこにいるんだ？彼はもう旅をしていない。旅は疲れるからな。そうだったのか。じゃあ、なんでダインはまだ一人で旅をしてるんだ？俺は、まだやることがある。それが終わってから家に帰って休むつもりだ。帰る家があるのはいいことだな。オイラたちの旅は野宿ばっかりだぞ。お前の家族が見つかったらオイラたちも家を探そうぜ。モンドには美味しい漁師トーストがあって、リーユエには万民堂がある。とりあえず美味しいもんがたくさん。いいえ、旅の終点に到達してから後のことは考えるがいい。旅の途中はまず。え？知っている気配？知っている気配？知り合いか？もしくは会ったことのある魔物か？
どちらにせよ明確にした方がいい。あそこから崖の上に行けるはずだ。ダイン、行くのが早い。オイラたちも早くそこの雰囲気から上に行こうぜ。貴様が言っていた気配、まだ感じ取れるか。でもここは人も魔物もいないぞ。確かに何の異常もない。俺が以前来た時と何も変わっていない。前に旅をしていた時、旅仲間に連れられてここに来たことがある。へえ。じゃあさ、ダインが旅してきた中で一番好きな場所はどこだ？俺か？俺は覚えていない。あの旅ではただその旅仲間の付き添いをしていただけだからな。ん？遺跡守衛の足跡。ここにも遺跡守衛がうろついているのか。タンポポですら安らぎを得られぬとは。貴様にしか感じ取れない何かがあるのかもしれん。貴様と関係のある出来事に巻き込まれた可能性がある。言ってることが雑然としすぎて全然わからないぞ。落ち着け。苦悩と不安は心をすり減らすだけだ。貴様の旅はまだ始まったばかりだろう。少なくとも彼がまだこの世界にいることが分かったんだ。今一番重要なのは彼を探す旅を続けること。その言葉決して忘れるな。貴様の旅の意義として、旅の終点で家族に会えることを願っている。では俺はここで一旦別れよう。俺もう行くのか？しばしの別れだ。心配するな。きっとまた会える。500モラと3つの返事を受け取っているからな。